する御法廷の赤池周平がピット離れ遅れてしまいまして、どうやらそのまま6コース回りとなりそうです。さあインコース取りでありますが、本番レースは御法廷の進藤タスク、いち早くスタートライン方向に目先を向きました。1号艇の小杉はどうやら2コース回りとなりそうです。競争水面上第7レース予選競争を迎えます。1号艇小杉静江、2号艇進藤佑、3号艇加藤正弘、4号艇堤昇、5号艇赤池周平、6号艇佐々木秀樹、以上の6選手の対戦です。本番レースインコース取りは2号艇の進藤佑です。回りとなったのが1号艇小杉静江、センター3コースが地元3号艇加藤正弘、本番レースは角1といたしました4コースが4号艇の堤昇、6号艇の佐々木秀樹が5コース、最後の6コースは5号艇の赤池周平。第7レース予選競争インコースから